どうも、ロシングルです。今回もボーダーランズ2チャレンジ動画やっていきます。今回はサウザンドカッツ。いたな。スラブ流の弔い。これはですね、お墓が9個ありまして、このように、まず1個、2個と、近接で破壊します。場所はここです。そして3個目は、1つだけ独立してあります。場所はここ。4から9はもうまとまってます。もう軒並み墓石を破壊し尽くしましょう。バチ当たり。はい、これで完了です。場所は3つ目のとこから近いですね。 FM スラブ、これ今ちょっと早回りしてますけども、アンテナの上にあるスイッチを押す必要があります。これは素手で押すんですが、これが大変でですね、まずこのようにアンテナにたどり着くまで綱渡りをしながら赤い屋根に飛び移ります。そしてここから鉄骨を一個一個渡って登っていきます。ぐるっと回って乗ります。頭に気をつけて乗ります。そしてここも端っこから落ちないように、ここは縦の鉄骨に体を預けましょう。ここ難しいです。白いテープよりちょっと外側を目指して、でここ小ジャンプ、そしてここ一番難関、頭ぶつかるので小ジャンプです。ちょんってこんな感じで、ここも気をつけてください。ですが鉄骨、縦の鉄骨に預けましょう。はい、もうここまでくれば楽勝。ジャンプのもう1個。はい、これで達成します。スイッチがどこだ、もうちょいこっちだね。はい、ありました。はい、すんごい大変です。収録時間かかりました。場所はここになります。若きガンザーガーの記憶、4個中1個。この辺はすごい楽です。まず1個、場所はここになります。2つ目は鉄橋の下に潜り込めるところがあるので、そこの奥にあります。場所はこの辺になります。3つ目はバザードの発射部分のタワーがあるんですけども、そこに登ってもらって、そしてぐるっと真反対側ですの、そこの壁際にポロッと落ちてます。場所はここです。4つ目、これ順番間違えたんですけども、入り口入ってすぐの、自販機の裏のここにあります。これで完了になりました。場所はもう入ってすぐですね。ここです。ボルトカルト2つあります。1つ目はハイペリオンと、スラブの連中が戦ってるところのあそこですね。あそここっち側、ここの2階に登って壁です。場所はここになります。2つ目はスラブキングの建物の横になります。この柱をぐるっと回った壁にあります。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。ロシングルでした。アリベデルチ。